今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのは、ヒプノシスマイクのリアクションですね。今回は、クロスアラインのコンプリートエディションより、えー、ビビズシティ聞いていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。ヒプノシスマイク、改めて初回限定版のこのコンプリートエディションに入っている、えー、カップリングを聞いていこうというような感じですけれども、えー、前回、ナウサデズイクを聞きまして、めちゃくちゃ面白いなっていうような感じで、ま、あなんかこのカップリングというか、ま、あなんかコミカライズだったり、特典 CD についている曲ってどれ こもこれも素晴らしいなっていう感じになりつつあるんじゃないかということでワクワクが止まらないわけですけどまぁ BB's シティってことは今回は多分どうなんだろう誰だろうねなんか誰が歌ってるのかちょっと内緒にこうやっていこうかなと思ってんだけどまあタイトル的に多分サブローと次郎だなっていうところでまあこの兄弟喧嘩をまた CD で聴けると思うとすごいいいですねなんかドラッパで見た一面をしなんか曲でも楽しめるのはすごいいいなと思いますので今回も楽しんでやっていこうと思います それだけ聞いてきましょう。よーい。スタート。さあ行きましょう。あんまり。あ、ピコピコ。やっぱりジロサブローだ。なんだ同時に二つ。あら <laughs> あ,あ急いで帰ろうって言うと。 殺されるんだ。ああ。同時にやって、一、人のために。おおーイェーイイェーイオッケー 飲まれた。うーうーおおっはは買い物してるな。負けられうー。 あはははおうおんよかったジローちゃんお使いできた僕はちょっとジローちゃんがお使いできるかどうかはすごい不安だったんよシティシティえさあ、サブローのパース。いいねジローちゃんラップうまいな、やっぱり。オッケー

うーいいね。でも、さらっとこなすんだね。意外と忙しいのかなどうなんだろうね。なんか便利屋みたいな感じだけど。さあ、アニメの録画間に合うかおうああ、競争してるな。おう おうんうんうん、うううん、うんうん、アニメはああ、そうやばいやばい殺されるぞ <laughs> 確かにアニメの録画ミサ滞在だからな。人によっては曲刑も辞さない。ビチー a s t i y e a h さあ、大丈夫だったおお 大丈夫だったかな殺されないかな大丈夫かな一路、オンデマンドで見よう。D アニメストア、おすすめです。それでは2回目はリリックを終えながら聞いていこうと思います。よーい。スタート。さあ、ビビーズシティーレッツゴー。いいねー。めちゃくちゃうまいな、この淡々としたけ。めっちゃ早口だな。ライブ大変そう。 そうだ懐かしいなでもなんかもう和解する前だよねこの二人いいなめっちゃノリがいいててテ 行こう。にも、まずは片付ける。ギリギリのみと、きちんと、総菜の、総菜か。ショータイム。がなんて、飲まれた。して譲れない。えい。えい一泊一円。や、安くね 俺も生きて、そこ。あ、あつ、なめ、オワン。ああ。あんかじゃついてこれしない。よいしょ。わ、ヒップのシステマーク握る。ああい。うミッドブロー。ミッドブローとリードルブロー。リドルブローでミッションコンプリートいい感じに踏めてるな。ディー,イエー英語が苦手なんで発音が終わってしまっている。 マイライフは大体がいいなタイプ,タイプいやせがもらない。先はない。おう。猫捜索ここね。あはははそうか。ぬいぐるみぶつかったわけだ。赤いとこ。 アンジョン捕獲完了ミッション見下すために <laughs> おー !BCD, BBCD, BCD, yeah! いいなぁ <laughs> 遠巻きな兄弟喧嘩いいねぇ。 サブロもかわいいな、上に立とうとして。ナンバーツーは譲らねえ。早くない子供かああ。タコ野郎もう言えない、くらい。

ビシ c d yeah. いいねこのノリいいな。バイブスがめっちゃいいな。でもなんか今回に関してはかなりジロー優勢な気がするけどな。今回の兄弟喧嘩は。おー、いいね、いいね、いいね。 はい。というわけで聞き終わったわけなんですけれども、これはこれでいいな次二郎と三郎の兄弟喧嘩が曲,曲になっているわけなんですけれども、まあなんか山田家の毎日って感じはするような。 がバスタープロスの二人は、俺ちょっとサウナ行ってくるからアニメの録画よろしくなっつってこう出てった間に、まあいろいろと仕事が舞い降りてしまったわけなんですけれども、いやーいいですね、でもなんか、なんかジロちゃんもサブローちゃんもすごいなんか名物になってるんだろうなっていう感じはするよね、なんかこの依頼を見るとね、結構気軽になんかいろいろと便利屋としてお願いを 聞いているからまあ一郎のねかなんか顔の広さもあるんだろうけどなんかジロちゃんサブちゃんもねなんか二人ともなんか別にそういうのもなん,かなんか喜んで受けてる感じがまたいいですねうんいいないいななんかでもなんか今回言い合いとしてはなんかジロちゃんが若干勝ってる感じがするなあーなんかジロちゃんが食ってかかるだけでなんかサブちゃんをこうなんか クッと制すれば、もうなんかサブロは手も足も出ないっていう感じがするよな。うん。まあでも、ジロちゃんが子供だからっていうのはあるんだろうな。なんか、サブロに見下されるのがムカつくぜっていう感じだから、なんかジロちゃん子供っぽく映るだけで、なんかジロがなんか別になんとも思ってないよみたいな雰囲気になれば、多分サブロはぐぬぬと言うしかないんじゃないかっていうところはあるよな。うん。そこがまた可愛いところだよね。なんかジロは大人の対応すれば、やっぱりサブロは子供でしかないのに、なんか、ジロちゃんがもうすごい子供っぽい っぽくこう。サ三郎に対抗意識を燃やすからこそ。なんかこの二人のなんか、なんか双子のような兄弟喧嘩が起きてるのがまた可愛いなっていう風に思うし。いやいいね。池袋のこのノリの良さはいいね。ああ、いいな。何か頼みたいな。僕もなんか頼めないかな。いやー頼むことがないなっていうところではあるんです。けれども、あー。いやー、でもいいですね。なんかなんか労働力的にはあ。でも労働力的にはジロちゃんが買い物で正解か。ああ、いいね。いいね。いいね。なんか。でも惣菜を買ってあげたりとか。なんか でも、ジロちゃんはなんか多分おばあちゃんおじいちゃんに人気って感じがするよな。うん。なんかね、サブローはなんか家族世帯に人気って感じがする。なんかね、っていう。なんか、なんかやっぱり持ち前の影響の良さみたいなものは持ってるだろうからね。いやー、いいな。なんかこのキャラクターの解像度が上がるな。普段どんなことしてんだろうっていうのに、なんか答えをくれてる感じがとてもいいですね。この曲。いやー、いいな。もう、もうめっちゃ手上げちゃうわ。でも、ラップはすげえむずいと思う、これ。うん。これ、ライブもしやってたらすごいね。 うん、めちゃくちゃ熱い盛り上がると思うし。 いや、これかなり難しいよ。なんか、アップテンポな分、やっぱりなんか聞き飽きちゃうじゃないですか。同じテンポだと。だから、すごい工夫して、なんかフローをところどころしっかり変えたりとかして、二郎とサブローでもしっかり味に変化が出るように、こうフローとかも工夫してあるから、めちゃくちゃ難しいと思う。そのまま歌ったらなんか全然うまくいかないよみたいな。意外とカラオケで歌うと、この b b ビシティは難しいんじゃないかなって思うタイプの曲ですね。いやー、いいですね。いいですね。スキルフルなのがまたたまらないですね。いやー、今回も楽し 楽しかった。次回も楽しんでいきたいですね。次回はラップラップ3分バイブスクッキングというなんかすごい面白いタイトルの曲がもう連なっているので僕はそれを見たいなと思っているので、次回も楽しんでやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。多分次回の3分バイブスクッキングが年内ラストの更新になると思うので、え、一緒に最後まで楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。うわー、ジローサブローとかね。うわー、ジチロちゃん可愛いとかね。サブちゃん可愛いとかね。いろいろコメントお待ちしております。あーいいなーなんかでも2 2人とも足を使ってるのがいいななんかしっかりなんか、なんか、なんだろう、サムちゃんもなんかイージーな問題だけど、こういうのは足を使わなきゃいけないんだみたいなね、いろいろと葛藤とかもあって、すごいいいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。次回も楽しんでいきましょう。以上、ヒプノシスマイク、えー、クロスアラインコンプリートエディションよりビビズシティでした。バイバイ。